脳脳梗塞、脳卒中のの後遺症からの回復も食事量る可能性化無理ですこれ120%無理だね。一番回復の度数が高いのはリハビリです。実際に運動するってうことよ。これね、他の病気もそうなんだけど、皆さんちょっと覚えておいていただきたいかな。私がもともと作った言葉じゃないんだけど、いいなと思ってちょっと採用させてもらっとるんだけど、10病ね。10病とか難病とか、癌とかでも何でもいいわ。っていう風なの料理に例えると、 卵っていう具材があります、食材がありますっていうふうになった時に卵がどんな育ち方をしてその作られたというか産んだ卵かっていうことでそれはそれはそれでそういうふうな卵が栄養状態である方が次に例えば避難ができる時にはいい健康な子供ができるという意味でそういう意味では当然ながら栄養とか食とか何かいろんなことを考えるのは悪くはないんですよ。 なんだけど、その途中でね、いろいろと卵に対していろいろ外からやらかしまくってるっていうのが、行き着くと、元に戻らないっていう状態があるんですよ。それが行き着いたのが、ある種の重病だとか、癌がね、末期になってるような、そういう感じ。だから、これっていうのは、卵があって、次の子供を産むんじゃなくて、卵が割れて、それがフライパンの上で焼いて、ゆで卵とか目玉焼きとか、卵焼きになったっていう、そういう状態なんだよね。 外的要因によって変化をつけられすぎているということだ。そしたら、それからね、直すっていう話になるときは、元に戻すってイメージを持ってる人が多いんですよ。本当は僕らがやる医学では、直す以降に元に戻すじゃないんだけれども、それがわからないという人は、直すが今の定義になっているので、目玉焼きを生卵に戻さなきゃいけないんですよ。目玉焼きを生卵に戻せるやつが、この世の中に一人でもいるから、探してきて俺の前に連れてこいみたい。一人でもいたら、俺1億円払ってるから大丈夫。手品じゃダメだよ。 本当に、目玉焼きを生卵に戻せればいいよ。一人たりといないはずですよ。なのに、ゆで卵とかな、目玉焼きを生卵に戻せますと。食事療法すれば、ゆで卵とか、目玉焼きを生卵に戻せ。戻せるかもけ、みたいな。そうやって言うんですよ。だから、目玉焼きは目玉焼きで、ある程度目玉焼きになったらしょうがないの。でも、目玉焼きは目玉焼きで、もう食うしかない。<laughs> で食うかなんか処理するか捨てるかしかないんです生きてるんだから次が次と生卵というかその卵が出てくるんだけどその卵を次にゆで卵が目玉焼きにでしないような努力をすることが大事なんですよってこの目玉焼きは食べるしかないっていうのが対症療法だそれに対して生卵はちゃんとまた次の健康なヒナを産み続けていくっていう状態を作るこのシステムを作るのが根本療法ですこのの違いなので だから、この話で言うと、脳卒中とか脳梗塞っていうのは、脳みそに血管がね、つまっちゃって、脳みそが一部死んじゃった状態なんですよ。その死んじゃった脳みその一部を、ゆで卵とか目玉焼きを元に戻して、この脳みそ生き返らせてくださいって言うんだよ。で、その時に食事療法とか栄養療法で戻しますかって、戻るわけねえじゃん。 だから、リハビリっていうのは簡単に言うと、他の場所、他の脳みそを活かして、それで少しでもこの筋肉を動かすような、指令を出せる神経を作るっていう、新しいシステムを作るっていうことなんですよ。だからそれって食事療法じゃないじゃないですか。食事療法、悪くないよ。食事療法イコールアとは言わないけど、食事療法じゃなくて、リハビリとか、運動療法した方が、脳卒中後の後遺症は効きます。それでも限界はありますけどもね。食事療法なんかで病気は治んないです。大丈夫。そういう問題じゃないんだよね、と。 いうことは考えてもらいたいかな。